ここは俺の寝室。なぜこんなところに。そうだ、魔界神。ぐっ、この痛み。そうだ、俺は魔界神に体を貫かれて死んだはず。やっと目が覚めたのね。誰だ。少しの間おとなしくしていて。痛みならしばらくすれば収まるはずよ。お前一体何者だ。命の恩人に向かって随分なご挨拶ね。恩人。記憶の定着が甘かったかしら。何をごちゃごちゃ言っている。少し情報を整理しましょうか。この世界を喰らおうとする最強の悪夢と渡り合うために。少しは思い出してくれたみたいね。一体何者だ。私の名はファウスト。魂の契約の執行者よ。あなたは契約に基づき命と力を得る代償として己の魂を差し出した。そしてこの創魂のグリモアの力。魂の契約。あの時俺に言った力。ええ、もちろん。その代わり奴を覚えていない。ああ、覚えているとも。先ほどまでの非礼を許してくれ。俺は魔界を滑る。こたびはお前のおかげで助かった。ずいぶん人がいいのね。何？お礼を言うにはまだ早いと言ったのよ。逆恨みなどしない。本懐さえ遂げることができたならその後俺の魂が。そう言ってもらえると助かるわ。さてこれ以上のんびりしてはいられない。当然よ。まさか。そう、あなたの魂は入った。ただし今までと同じようには動かないから。なぜこんな。どうなっているも何も、私が駆けつけた時見てくれは良くないけど、元の肉をこれだけつなぎ止めたんだから。貴様、こんなゾンビのような姿でどうやって奴に、どうやって戦えと。皆の、あなた自身が戦うのは。私は最初に言ったはず。あなたは奴を倒すという目的のため。その代わり私が力。力のない俺の性など何の意味がある。なぜ俺を蘇らせた。違うわ。あなたの魂がどうしても必要。俺の。悲劇に酔うのも結構だけど、勘違いしないで。生きている限り死ねば何もかもが終わりよ。でもあなたは生きている。そうだ、俺はあのくらい奴を倒す力を手に入れるためなら。奴に対抗するためにあなたが潜在的に持っている膨大な魔力と私の望みのために。お前の。ゼアボルス兄様。エルマ、ケルエロス。よかった、ゼアボルス兄様にもう二度と会えないじゃん。エルマ、心配をかけ。しかも兄上の仇す。今は何もおっしゃらないで。こうしてエルマ、お前にも心配をかけてしまったな、ケルベロス。何？お前。ケルベロスを叱らないであげて、お兄様。すべて見届けてから私たちのところへ。ああ、そうだったか。ワンワンワン。最後の一撃を放った後、俺は魔界神に吹き飛ばされ、おそらく火の玉とは俺の魂。エルマ、俺の眠っている。あの怖い化け物は。何？でも兵隊さんたちが。正気か。奴は死んでいない。魔王さんたちみんなで広間に集まって。ちょうどいいわ、私を広間に連れて。ああ、
ところで、ゼアボルスに意識のないゼアボルス兄様のおそば。彼女？はい。私とバフォメットだけだったら。魂の操作は繊細なの。だから、目を離すわけにいかなかっただけ。そうか。いろいろと世話になったな。それからお小さい方。悪いけど、どうせこの後、広間で別の人たちにもいろいろと聞かれるでしょうし。はい、わかりました。では、早く広間へ。ゼアボルス兄様。あのね、ゼアボルス兄様、エルマと手をつなぎましょう。すまん、エルマ。謝ったりしないでください。お仕事のお邪魔にならないようにするから。ああ、もちろんだ。ありがとう、ゼアボルス兄様。大魔王、広間にたどり着くまでに、その情けない顔をどうにかした方がいいわよ。それとももう少し体を休める？あなたの体がまだ万全でないのは確か。いや、早い方がいい。皆の者、待たせたな。大魔王さん。おお。泣くな、バフォメット。魔王たちも全員よく集まってくれたな。遅かったじゃない。大魔王様、よくぞご無事で。スボチン、おかえり。よう、久しぶりじゃん。あら、ボクちゃん、ちょっと見ないうちにずいぶんワイルドになっちゃって。見ての通り、みっともない姿になってしまったが、奴を倒すために今後も力を貸してほしい。何をおっしゃいます。大魔王様の持つ威厳は少しも損なわれておりません。あなた様の持つ魂のまばゆさ、美しさ、その荒々しい継ぎ目や土系色の肌。はっ、何言ってるのよ。そいつは軍勢を失っておめおめと戻ってきたただの負け犬。リーシ様、我々魔王が主である大魔王様を愚弄するなど。それに、いくら大魔王様とはいえ、時にはうっかりすることぐらいある。バッカじゃないの。うっかりで手勢を一万も失ってどうすんの。まあ、ゼボチン無事だし。フェゴール様のおっしゃる通りです。ニック機はあの魔界師。大魔王様の御身に傷をつけるなんて、万死に値するわ。形も残らない。おう、ならレヴィタンに任せて安心したら。俺もさっき城に戻ってきたばっかで、もうくったくた。あんたたち待ちなさいよ。大体魔物、そもそもあんたが地獄門を留守にしててこんなことになったんじゃない。そりゃ俺が悪かったけどさ。そんなことより見なよ、今回の戦利品。洞窟の奥から金貨と宝石がじゃんじゃん出てきたんだぜ。マモン様、そのおっしゃりようは不謹慎です。仮にも奴は大魔王様が視力を…待ってるって。素敵じゃない。ゼアボロスちゃんよりもっと強いなんて。きつくお仕置きしてあげたら、一体どんな断末。大魔王子ちゃん、ペロペロお家に戻ってて本当にごめんね。僕のおやつ全部あげるから。お、このアミちゃんもーらい。お、ダメ、返して。マモちゃん、いいじゃん、ケチケチすんなって。エゴール様のこの涼やかな目元、大魔王様とよく似ていらっしゃる。ずっと前から思ってたんだけど、レビア、あんたって実はものすごい金眼じゃない？そうね、まずは目をえぐろうかしら。皆々様、静粛に。こんなことだから大魔王様のご出陣に間に合わなかったのですぞい。大魔王、あなた随分頼りがいのありそうな部下を従えているの。心配無用だ。ちょっと大魔王、
さっきから気になってたんだけど、その隣にいる女誰なの？ああ、すまん。大魔王様の隣に女？今気づいたの？レビア、あんたって本当にドキンガンね。彼女は俺の大切な客人だ。俺の？ボロ負けしたくせに女連れなんて、ずいぶん余裕じゃない。いや、待て。お前たち、何か勘違いしていないか？なになに？ゼボチンの嫁？嫁！嫁ってあれだろ！男の小遣いを一生絞り取るっつ、恐ろしい生き物だろ！わーい！嫁ちゃん嫁ちゃん！ペロペロの嫁ちゃんあげるね！待て！お前たち、俺にも少し話をさせろ！彼女はハウスト。奴に敗北し、死に瀕していた俺の魂を死の淵から呼び戻した恩人だ。あなた様が大魔王様を？ええ、そう。そして奴を倒す方法を知る者よ。ふん、だから感謝しろとでも言うつもり？大体どこの馬の骨とも知れない女にそんなことを教えてもらう必要ないわ。そうそう、あんなやつすぐに俺らがドカーンと蹴散らしてやんよ。お言葉を返すようで悪いけど、あなたたち魔王にはまず二つのことを受け入れてもらう必要がある。あなたたちは弱いということ、そしてやつは途方もなく強いということ。つまり私たちではやつにかなわないという。その通り。だとこいつ、俺らのことバカにしてんのかよ。いいえ、バカにはしていないよ。ただあなたたちの主である大魔王も力及ばずに一度は死んだということ。いいね、大魔王ですらこの有様なの。力の弱い魔族は。あの正気、おそらく魔王クラスでも相当きついはずだ。私たちでも近づけないって言いたいの？大魔王、あんた負けたからって弱気になるのもいい加減にした。そうでなければあのアスタロスがあれほど簡単にやられるものか。それは難なく身動きが取れたなら、未曾有の危機を知らせるために戻ったはず。ルージュ、お前の父はそういう。お兄様。私もその過程に同意するわ。今魔界であの正気を防ぐことが。しかし。ええ、あなたの体は魂を入れる器としての役割しか。そこでこの指輪を使うの。なんて美しい指輪。これは大魔王の魂のかけらを封じた。俺の魂を。身につけた者は指輪を媒介して、つまり正気を防いで奴の元へたどり着くことができる。なんだ、そんなら話は簡単じゃん。俺ら全員が指輪をはめて、ま、残念だけど指輪はこれ一つだけなの。大魔王の弱った魂で。じゃあ一人ずつ戦うしかないってわけ？そうなるわね。うわ、まどろっこしい。ところで奴は今門の前で止まっている。さようですじゃ。いいえ、それはやめた方がいい。急、おそらく防衛本能みたいなものでしょうね。無防備な睡眠中は不用意に近づけば。ああ、道理で様子を見に行かせ。落胆するのは早いわ。これはチャンスよ。や、機を見極めて攻撃を仕掛けましょう。そんなこと。ええ、任せて。だから。そして奴が目を覚ましたと。ど、姉上、悠長なことを言っている場合では。だよな、なんかめんどくせえ。あ、お腹空いてたのかも。起きたらアメちゃん食べるかな。だいたいそんなうさんくさい女の言い分を全部信じるの？大魔王様、ここは少し様子を見てはいかが。お前たち何をのんきなことをおっしゃっておる。バフォチン、どうした？地位は覚えておりますぞい。奴はかつてこの魔界を壊し、
あれほどのお力を持つ初代大魔王様さえこのまま放っておけば、魔界は再びあの魔界神に食らい尽くされ。魔界神、この魔界で奴はそう呼ばれているのに、奴を神と呼ばわるなんてまるで崇めているみたいに聞く。バカな。神とは我ら魔族にとって最も忌むべき存在。おい、なるほどね。でも奴が破壊するのは魔界だけじゃない。本能のままにその世界の最深部を目指し、世界のコアを食らうことで肥大する。一丁、1,10,100,1,000,000。その修正から一丁の本音、トリリオン、それが世に。しかしあいにくだが、その長旅ももう終わりだ。そうね、私もそうなること。では今から討伐候補を選抜する。ちょっと待ちなさいよ。私の質問に答えて。今の話でもよーく分かったわ。そいつは神と私たちの関係さえ知らないよそ者、どこの馬の骨とも知れないよそ者だ。それは俺もファウストも奴を倒すという点で、そのおかげで俺は今生きている。だから俺はファウストを信じる。このお人よし。たとえそうだとしても構わん。俺はどんな手を使ってでも。ムキになっちゃった。私を信じなくてもいいわ。私を信じると言った大魔王ルーシェのように異論のある者は申し出ろ。討伐候補から外す。そもそも心に迷いがあっては。つうかそいつ地獄門に居座ってんだろ。だったら出門とはといえば、俺らが門を留守にしてたのも。本当にごめんなさい。お待ちください、大魔王様。ぜひ私にお命じくださいまし。大魔王様の恩義を傷つけたトリリオン、この手で召して。フェゴールとアシュメディアはどうだ。戦い、フェルフェル寝てる。私は急がないわよ。じらされた方が快感って増すじゃない。よし、ではマモン、ペルペル、レビアの中から。ふん、勝手にしな。なあなあ大魔王、奴を取った。例えば城の宝物庫にある財宝とかさ。知っての通り、この魔界では、そして今の俺には奴を倒す。それってまさか。褒美は次代大魔王の座だ。え、マジで。何よそれ。条件を後出しするなんて卑怯よ。そういうことなら私。ダメだ、すでに三人の中。ルーシェ様、大魔王様がお決めになったこと残念だったな。ルーシェ、私と変わりなさいよマモン。嫌なこった。何よ、あんたなんかより私の方がずっと大魔王にふさわしいわ。運がなかった時点で大魔王の器じゃなかったって。何ですって。へへ、やってやろうじゃん。まさか退位なさるおつもりだなんて。その覚悟、このレビアが。わー、ペルペル、大魔王になったら魔界をお菓子でいっぱいにする。誰でも構わないけど早く決めて。トリリオンは待ってくれないわよ。